ランドウォーカーランドウォーカーは、榊原機械が開発した登場型の疑似二足歩行ロボットである。ゲーム用として開発された。すり足ではあるが、疑似的な二足歩行が可能である。ランドウォーカーは、全高3.4メートルの2本の足と数と乗りのコックピットを持つ乗用装置である。4つのペダルにより、前後左右に歩かせることが可能。基本的には、 足内に内蔵されている車輪が常に設置しており、重心移動も行っていないため、厳密な意味での二足歩行ではない。移動速度は時速 1.5km。操縦席の左右に合成樹脂製のクッションボールを空気圧で発射する装置を備える。動力源は 250cc ガソリンエンジン。坂木原機械はこのロボットをエンターテイメントロボットと位置づけており、 参考価格は3600万円だが、これはあくまでも現行試作機の複製を作る費用としており、注文が来るようになれば変更される可能性があるという。2006年7月現在は試作機のレンタル事業を行っている模様。なお同社によれば、将来的にはレンタル事業以外にも販売も行いたいとしており、さらに参考価格の10分の1程度で、 キット化販売も行いたいとしている。その場合には、ユーザーないし二次販売者側で外装を泳い、組み立てたフレームに外装を取り付けて利用してもらいたいという。動作系は油圧を利用したもので、これを専用設計のコンピュータによる制御で、ペダル操作に変換、前後進、左右展開をフットスイッチで行うようになっている。開発者の弁によれば、コックピットのサイズから、 必要な動力、強度が割り出されたという。コックピット内には、ジョイスティック型のハンドルもあるが、これは主にコックピット側面にある、クッションボール砲を操作するためのもので、移動には利用されない。移動システムに関しては、開発者によれば、ローラースケートの軸足側の車輪を固定して、足を交互にすり足しているとのことで、特に足を地面から離していないことが伺える。 また設置面は重心移動を行わないことから常に両足の車輪に荷重が等しくかかっている。このため常用二足歩行ロボットでは課題となる重心移動に伴う左右のブレはほとんどないが足を動かす際の振動は直接コックピットを揺さぶるためかなり臨場感があるというやや乗り物酔いの心配をした方が良さそうだ。機体は 内部フレーム構造ではあるが、見と目が不安定そうで、不安感を煽るという理由から、兵器の装甲のような外装を持っているが、これはあくまでも外観の体裁を整えるためのカバーであるため、あまり強度は考慮されていない。機体下部や後方は、コックピット内からは完全な視覚となるため、外部カメラ切り替えで視界が得られるようにしているという。このほか、 あくまでもアミューズメント用の装置であるため、外部から機能停止できる安全装置用の緊急停止ボタンが機体下部に見える状態で取り付けられている。乗降は足の側面をよじ登るようにして行われるが、脚立等を使っても乗り降りが可能。コックピットカバーは油圧開閉式で右脚部とコックピッチ内に開閉スイッチがあり、バケットシートにはシートベルトがついている。 なおその、疑似二足歩行の性格上、坂道や大きな段差のある場所では利用できない、平坦な場所でのみ動作可能である。そのデザインと善行のため、非常に存在感がある装置である。2006年3月には、新宿歌舞伎町で、ペプシコーラ社の新製品、ペプシネックスの広告イベントで、製品名のステッカーを貼り付けたものが登場。SF ヒーロードラマ仕立てのイベントで、 どう行く人のどぎを抜いた。ありがとうございます。